大門駅は愛知県岡崎市大木寺にある愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は05、単式ホーム一面一線を有する高架駅。ホームはかつての新城衣駅と同じように、複線用高架路盤の東側を利用して設置されている。乗降客数の増加が続き、バリアフリー化の基準となる1日あたり3000人に近づいていることから、 伏線化の主張にならない位置にバリアフリー対応ホームを整備するため、岡崎市は2018年度にロータリーを移動させるための土地を取得している。ただし、伏線化そのものは未定である。窓口の営業時間は6時55分、11時35分、15時30分、20時10分である。愛知県統計年間、岡崎市統計所移動等円滑化取組報告書によると、 当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。ABC、愛知環状鉄道の30年配線略図、愛知環状鉄道株式会社、2019年。ABC、愛知環状鉄道の30年年表、愛知環状鉄道株式会社、2019年。とか乗車券のサービス開始日について、愛知環状鉄道、オリジナルの2019年6月2日。 時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20190602072328/http://www.aikanrailway.co.jp/pdx/prees/srelease30128 pdf2020 年11月8日閲覧。AB 岡崎市議会経済建設常任委員会、2018年9月12日、大門駅のご案内愛知環状鉄道、岡崎市統計所岡崎市、移動等円滑化取組計画書、報告書愛知環状鉄道、愛知県統計年間愛知県。ありがとうございます。